拠点として発行されているビジネス雑誌である。フォーチュンメディアグループホールディングスが発行している。1929年にヘンリー・ルースによって創刊された。全米規模のビジネス誌のカテゴリーでは、フォーブスやブルームバーグビジネスウィークと競合しており、長文の掘り下げた特集記事が特徴である。同誌は全米の企業の売上高ランキング。 フォーチュン500、世界の企業の売上高ランキング、フォーチュングローバル500などのランキングを毎年発表している。また、毎年発行している、フォーチューンインベスター、S ガイドでも知られている。フォーチュンは1929年にタイムを創刊したヘンリー・ルースによって創刊された。ルースが目指したのは、産業文明を生き生きと描き、解釈し、 記録した、結出した、高級誌だった。ルースのビジネスパートナーであったブリトイン・ハデンは、このアイデアに乗り気ではなかったが、1929年2月27日の、ハデンの救世の後、ルースはこの雑誌の刊行を推進した。1929年10月下旬、ウォール街で大暴落が発生し、これが、世界恐慌の始まりとなった。 1929年11月にタイム社の取締役会に当てたメモの中でルースは我々は楽観的になりすぎないようにしよう。この景気低迷は1年も続くかもしれないと認識していると書いている。この雑誌は1930年2月に正式に創刊された。編集主管はルース、編集長はパーカーロイド・スミス、アートディレクターは トーマスメイトランドクレランドだった。相関号の一冊の値段は1ドルだった。販売額が決まっていなかったので、クレランドが相関号の表紙のデザインに仮に1ドルと書いておいたものが、そのまま印刷に回されてしまったという都市伝説がある。相関号が店頭に並んだ時、人々は1ドルという価格を見て、 この雑誌には本当に価値のあるコンテンツがあるに違いないと思ったという。実際、184ページの総刊号は3万冊、売れた。1937年には購読者数が46万人にまで増え、年間50万ドルの利益を上げていた。他のビジネス誌が白黒の印刷で数字や統計を載せていただけだった時代に、 フォーチュンは1114インチの特大サイズで、クリーム色の厚紙を使用し、特殊なプロセスで印刷された表紙にはアートが施されていた。フォーチュンはまた、マーガレット・バーク・ホワイトや、アンセル・アダムスなどの写真が掲載されていたことでも知られている。ウォーカー・エヴァンスは1945年から1965年まで写真編集者を務めた。世界恐慌の時代に、 この雑誌はその社会意識や、エヴァンス、バークホワイトらによる、カラー写真、ジェームズ・ウェイジー、アーチボルト・マクリーシュ、ジョン・ケネス・ガル・ブレース、アルフレッド・カジュンら執筆人による記事により、評価を高めた。1930年の創刊から1978年までは、月1回発行されていた。1978年1月には、各週発行を開始した。 2009年10月、広告収入と発行部数の減少を理由に、3週間に1回の発行となった。2018年現在では、年14回の発行となっている。発行元である、タイム社を、タイムワーナーが所有していた1990年から2014年までの間、フォーチュンの記事は同じくタイムワーナーの参加であった。 CNN と共同運営するウェブサイト CNNMONEY.com で掲載されていた。2014年にタイム社が親会社であるタイムワーナーからスピンオフすると同年6月以降は新たに独自のウェブサイトフォーチューン .com を立ち上げた。2017年11月26日メレディスコーポレーションがタイム社を28億ドルで買収することが発表された。 買収は2018年1月31日に完了した。2018年11月9日、メレディスコーポレーションがフォーチュンをタイの実業家、チャチャバルジアラバノンに1億5000万ドルで売却したことが発表された。ジアラバノンはタイに本拠地を置く財閥 CP グループの参加にあり、農業、電気通信、小売り、 製薬金融などの分野で株式を保有している。現在は同市が設立したフォーチュンメディアグループホールディングスが発行している。フォーチュン市は定期的に様々なランキングを発表している。例えば人事分野では働きがいのある会社のランキングがある。1929年に構想されて以来、今までに編集長は17人いた。 2013年10月にタイム社で編集主管の役職が廃止されたことを受けて2014年に編集長の肩書がマネージングエディターからエディターに変更された。ありがとうございます。